こんにちは、マキオ・ユギセスです。前回の曲線曲面論微分幾何の動画で平面曲線における曲率っていうものを定義しました。はい。で、本日は空間曲線における曲率っていうものを定義していきたいと思います。まず軽く前回のおさらいなんですけど、曲線っていうのは写像として定義するんでしたよね。ある実数の区間 i から r2 への写像で、それぞれの成分が微分できるものを、まあ、曲線っていうふうに定義するんでした。まあ、それは高校数学でもやってきたように、例えば、まあ、円の方程式っていうのは、x イコールコサイン t、そして y イコールサイン t みたいな感じで、まあ、そんな感じで媒介変数表示させてましたよね。はい。まあ、そんな感じで曲線のパラメータ表示みたいなものを、まあ、微分幾何でも、まあ、そのまま地続きでやってるっていうだけですね。で、平面曲線の曲率を定義するときに、ムービングフレームっていうね、二次元空間の規定を定義したんですよね。まあ、これは前回の動画でやったんですけど、このムービングフレームも軽く復習しておくと、まあ、まず曲線上から任意に点を取ってきて、で、そこから単位接ベクトルを取ってくるんですよね。で、それを E1 っていう風にして、で、その E1 を、左に90度、半時計回りに回転させ、90度回転させたものを、E2 っていう風にするっていう感じでしたね。まあ、だからこの E2 っていうのは単位方ベクトルになるんですけど、で、実はですね、この作業を同じように空間曲線でもやろうとすると、ここで破綻しちゃうの分かります？はい。なんでかというと、その平面曲線だったら大丈夫だったんですよ。平面曲線だったら、単位接ベクトルを取って、で、それを半時計回りに90度回転させるっていう操作。これがもう唯一に決まるっていうね、そういう操作だったんですけど、同じように空間曲線から、ある点を取ってきて、で、そこで接ベクトル、単位接ベクトルを取ってきて、で、それを E1 という風にするっていうね、その作業はできたとしても、その後2個目のベクトルを作るっていう時にですね、その左に90度回転させるっていう操作がもうできないじゃないですか。もう空間だから360度どこでも回転できちゃいますよね。じゃあどうするかなんですけど、さっき取ってきた単位接ベクトル E1、これを微分したものを速さで割ったもの、これを E2 っていう風に定義しちゃうんですね。はい。まあ、速さで割ってるので、速さが0じゃないっていう仮定はもちろん必要にはなるんですけど、まあ、そういう風に E2 を作ってくると、そのさっき作った E1 と E2 っていうのは直行するんですよ。まあ、これ証明しないといけないんですけど。で、E1 と E2 が直行するベクトルとして取れたら、あとはそれを外積を取って、で、それを E3 っていう風にするっていう感じですね。はい。まあ、空間曲線なので、規定の構成で、まあ、3つベクトルが必要になるんですけど、まあ、そういう風に定義するっていう感じです。はい。まあ、ちょっと今ね、今日やることを口頭で説明しただけなので、まあ、ちょっと分かりづらかったかもしれないですけど。で、最後に、曲率関係なんですけど、まあ、さっきもちょこっと言ったんですけど、まあ、三次元空間の話ですので、前回の平面の時よりも曲がり方の自由度ってやっぱりちょっと増えるじゃないですか。だから三次元空間における、曲線の曲がり方みたいなものは、曲率っていうものと霊率っていうもの、この二つを定式化しないといけないんですね。この霊っていうのはこのねじれっていう感じですね。まあ、そういった話もね、さっき言ったムービングフレーム E1、E2、E3 っていうベクトルを作ってきて、で、その後フレネセレの公式っていうものを導出する中で、霊率っていうものもね、自然に定義することができるんですけど、まあ、今日はそういったことをやっていきたいっていう感じです。ちなみに、まあ、もうこのチャンネルではやらないとは思うんですけど、一般の N 次元空間の中の曲線における曲がり方、曲率みたいなものもね、定式化できたりするんですね。はい、まあ、僕は一回も計算したことはないんですけど、なんか多様体専門の人はやったことあんのかな、ちょっとわかんないけど、次元が N だとその曲がり方みたいなものは N-1 個必要になりますね。はい、まあ、だから N-1 個の曲率みたいなものを定式化しないといけないって感じなんですけど、まあ、ちょっとやりたい人だけやってください。このチャンネルでは多分やらないんでね。はい、まあ、やっぱ、このチャンネル、その、まあ、方針としては、微分幾何の、なんか面白いところ、なんかガウス・ボンネの定理とか、その前の脅威の定理みたいなところまで最短で上げたいっていうのはあるんでね。あ、待って、最短でアップしたいとは言ったけど、僕のモチベが上がらんと多分やらんですね。いや、てか、まあ、忙しすぎて無理です。いや、てか、解説動画の種類増やしすぎて多分無理ですね。はい、なんか、そういったものも含めて、なんか僕の心情的な理由、その、モチベとかまで含めて最短でアップしたいという感じなので、まあ、そういったところも含めて、気長に待ってください。はい。はい、ということで、空間曲線における曲率と霊率の定義、そしてそれに付随するフレネセレの公式、フレネ方程式ですね、そういったものも含めて解説動画を作りましたので、そっちの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということでスライドの方にやってきました。まずはですね、まあ、ちょっと前回の動画の、平面曲率の時とパラレルな議論がしばらく続くんですけど、まあ、ちょっとそれを、まあ、読んでいきます。まあ、やっていきたいと思います。はい、まあ、まず空間曲線の、まあ、定義ですね。P を、i から r3 への写像とする。で、i から、r への3つの写像 xyz を用いて、pt イコール xtytzt っていう風にね、こういう風になっている時、そして、xtytzt、まあ、これが、まあ、c2q
級もしくは C3 級、2回微分できるとか3回微分できるっていうような仮定をしているときに、P を空間曲線というふうに言うって感じです。もうめんどくさいからもう何回微分してもいいって仮定したらちょっとさすがにやりすぎですけど、まあ何回か微分できるように仮定しとくってことですね。まあ微分幾何って言ってるぐらいだから、まあ微分しないと話が進まないぐらいですからね。なんかまあ前回も言ったんですけど、人によってはなんかこう、なんていうかな、1回微分できるけど2回微分できないような曲線とかをいろいろ考えていくっていう人も、まあいるみたいなんですけど、まあ入門編ということでですね、まあ僕、まあとりあえず2回もしくは3回ぐらいは微分できるように仮定しておくっていう感じです。はい。で、次にですね、速度ベクトルと、速さ、長さなんですけど、これもまあ前回と同じですね、ドットを作っ、ドットっていうこういう記号ですね、これで、t で1回微分して、それぞれの成分を1回微分した記号でこういうふうに置きます。x.t、y.t、z.t ってことですね。はい。で、これを速度ベクトルっていうふうに言いまして、で、そのベクトルの長さを考えたものですね、これ絶対値つけたもの、これを、速さっていうふうに言います。そして、この速さを、微小時間で、かけてね、それを積分したもの、これを、t イコール a から t イコール b までの長さっていうふうに言うっていう感じですね。これもまあ全部同じです。はい、平行じゃない、平面の時と同じですね。はい。そして次に正則曲線なんですけど、pt イコール xt は yt zt というこの曲線が、2の t in i に対して、p.t っていうこの1回微分してるやつですね。t で1回微分してるもの。これが、どの、t に対しても0にならないっていうもの。そういうものを満たすときに、pt っていうのを正則曲線っていうふうに言います。はい。まあだから2の t in i に対して p.t が0にならない。ノンゼロっていうことですね。はい。まあだから、まあこれも雑に言ってますけど、曲線、正則曲線っていうのは各点で接線が引けるっていうことです。はい。で、正則とは限らない曲線 PT に対して P.T イコール0っていう風になるような点のことを曲線の特異点、まあ尖ってる点っていうような、イメージですかね。そういった感じです。特異点はかなり大事なんですけど、これもまあ入門編というか、まあ僕も正直興味ないっていうとちょっと雑すぎるんですけど、まああまり、うん、まあ興味ないといえば興味ない。まあ興味、いや興味あるといえば興味あるけど、まあとりあえず特異点っていうものを考えることももちろん往々にしてありますけど、まあとりあえず、どうなんだろうな。とりあえずこのチャンネルでしばらくは特異点とか考えないような気がします。わかんないですけどね。まあちょっとわかんないですけど、とりあえず特異点という、まあ大事なものですけど、こういったものもあるって感じです。とりあえずはずっと正則曲線の話ばっかりしていきます。はい。で、次にですね、誇張パラメータ。この t の、変数の取り方っていうのは一通りではないわけなんですけど、誇張パラメータっていう、まあ、便利なパラメータがありまして、これっていうのは曲線 pt、そして0と t で、まあ、正の数 t に対して、s という t に、依存した関数、まあ、関数っていうか変数ですけど、そういったものがあって、それはですね、0から t、時刻0から時刻 t までの長さってことですね。こういう風にすると、この s っていうのを pt の誇張パラメータっていう風に言うっていう感じです。はい。で、まあ、曲線がいつでも誇張パラメータを持つかどうかっていうのは分かんないわけなんですけど、これ速さが消えちゃう可能性もあるからね。消えた時にはその、どこまでの長さっていうのが指定できないですので、そういう風になる可能性もあるんですけど、これ正則だったら、誇張パラメータを持ちます。正則曲線だったら誇張パラメータを持ちまして、で、逆に誇張パラメータがあったら正則になるってことですね。まあ、平面の時と同じなんですけど、これ。はい。で、まあ、誇張パラメータを持つ、ないしは正則曲線っていう時にですね、この、なんていうかな、S で微分した、誇張パラメータで微分すると1になるっていうね。つまり速さがずっと1っていうことです。はい。そういったことも成り立つっていう感じです。はい。で、これもまた平面の時と同じ。まあ、復習なんですけどね。曲線曲面論の慣習で、誇張パラメータ S で微分するときには、こういうふうに P-S っていうふうに書きます。で、誇張パラメータとは限らない一般のパラメータで微分する T で微分っていうときには、この P.T っていう感じのこういう記号を使うって感じですね。はい。つまり P-T、P-S イコール DPDS ってことですね。で、P.T っていうのは DPDT って感じですね。はい。こういうふうに書くって感じです。はい。で、ここまでが、まあ、ざっとした復習で、で、ここからがですね、R2、平面の時とは全然違う話ですね。まあ、全然違うというか、ムービングフレーム作りたいっていう動機は一緒なんですけど、その作り方はちょっと違うって感じです。なぜかというと、2次元と3次元の場合は、その、なんていうかな、曲がり方の自由度が全然違うからってことなんですけどね。まあ、オープニングでも言ってるんですけど。はい。まあ、ムービングフレームを作る、つまり、各、その曲線の天井で、規定をね、構成したいっていうことなんですけど、互いに直行してる正、長さが1の規定を作りたいわけなんですけど、まず1個目の、規定の1番目ですね。E1S っていうものを P-S っていう風にしておきます。これ1回微分してるので、これ接ベクトルですね。で、接ベクトルであり、かつ、これ S で微分してる。誇張パラメータで微分すると、それは速さが1っていうことでした。なので、E1 のこの速さっていうね、あ、これ、ダッシュ、ごめんなさい、これ、あ、いいか、これ OK、OK。P-S、これが1だから OK ね。
1S、これは、なんていうかな、絶対つけると1です。速さは1ですね。この、速度ベクトルの長、速さ、これは1ってことですね。はい。だから、こういう風に作ると、まず P'、E1S っていうのは、長さが1、速さが1で、これ1回微分してるだけですので、接ベクトルですね。だから E1S っていうのは単位接ベクトルになります。速さが1ってことね。単位っていうのはね。はい。で、平面の時は、これオープニングで言ってますけど、平面の時はここから左に90度回転させて、で、それで E2S っていうね、単位方ベクトルを作りました、みたいな感じでした。で、しかも2次元の話だったら、その、規定をなすベクトルの組って2個ですからね。それでもう話が済んでたわけなんですけど、空間だと、まあ、3つ、規定は、3個ですよね。3次元だから3つベクトルを用意しないといけないわけなんですけど、まあ、それができない。で、しかも、左に90度回転させるっていう操作、これが1位に決まらないわけですね。はい。なので、別の方向をやりたいわけなんですけど、どういう風にするかというと、この E1S っていうもの、こういう風に作った1個目のベクトルをまたさらに S で微分する、みたいな話をやるって感じですね。はい。まあ、書いてますけど。はい。てか、オープニングでも言ってるかな。はい。でどういう風にするかというと、まずですね、E1-S がこれ0だと、話が進まないんですよ。なので、E1-S、これ1回微分したもの、その単位接ベクトルを1回微分すると、それは0にならないっていう風な仮定はずっとしておきます。だから、ここがなんかちょっと、なんていうかな、これ0の時を考える人もね、なんかいるみたいなんですよね。結構お高く止まった曲線曲面論ではね。はい。なんか、まあそういうのもあるんですけど、とりあえず、入門編ということで、こういうふうに、ゼロじゃないというふうに仮定しておきます。まあじゃないと、曲率も例率も決まらないですからね。はい。なので、まあ曲率、例率を、考える上で、まあ、ちょっと、塩梅が悪いんで、だからまあ E1-S、これは0じゃないというふうに仮定しておきます。で、そういうふうに仮定して、カッパー S っていうもの、これを E1-S の、速さというふうに仮定します。あ、仮定というか、そういうふうに置きます。でこれがもう実は、曲線 PS、空間曲線における、曲率になってるんですね。なんかこれが、なんかね、急になんかポロッと出てきた感じはするかもしれないですけど、これ結構大事なやつですね。曲率と例率っていうものがあれが、その空間曲線っていうものがね、特徴付けられる、ある種特徴付けられるんで、合同を除いてね、合同を除いて、その曲率と例率で特徴付けられるんですけど、その1個の量がこれになってるわけですね。微分したもの、接ベクトル、単位接ベクトルを1回微分したものの、速さってことですね。それを曲率っていうふうに言います。なんか、すごくないですか？この曲がり方みたいなものがこういうふうに、実はこういうふうに定義されるんですよね。だからこういうふうに、なんていうかな、図形みたいなものを計算するっていう発想に、普通だったらならないんですけどね、見てるだけだったら図形なんて計算するものじゃないんで。だけど、こういうふうにすると、実は、曲率、これがもうなんか曲がり方っていうものをうまく定式ができてるんですよね。なんか微積のすごいところというか、なんか数学のすごいところか。まあまあ、まあそういうことなんですけど。まあ、てか、硬いすぎたな。まあとりあえずこういう、なんか、この3行でなんかポロッとすぐ曲率が出てきてる感じはしますけど、まあこれは大事なものですね。カッパー S。これは、こういうふうに定義します。まあ、だからもう普通に雑に言うと、曲線があって、で、そのなんか点を取ってきて、で、そこで単位接ベクトルを考えます。で、その単位接ベクトルをさらに微分したものの速さを取る。それが曲率っていう感じですね。はい。で、平面の時はね、こう、曲率の定義から、負になることもあったんですけど、空間の場合はこういう風に定義しますので、これは、まあ、絶対値つけてるっていうのもありますけど、こういう風に定義すると、正になりますよね。はい。なので、こういう風にします。あ、で、あと、これ、イコールはならないね。これ、0じゃないっていう風に仮定するんで、これ、曲率は、これ、正になります。はい。すいません。なんか、こういう風にしてますけど、はい。正ですね。すいません。手筆で間違えました、これ、多分。はい。で、次にですね、まあ、こういう風に定義して、次に E2S っていうもの、これをこういう風に定義するんですね。今、単位接ベクトルを1回微分したものを考えてるわけなんですけど、それを速さで割ってます。はい。だから、これ、正規化されてますよね。正規化っていうのは長さが、速さが1になってるってことです。速さが1になってるってことですね。だから、こういう風に定義します。まあ、もうちょっとちゃんと書くと、これ、曲率で割ってるってことですね。まあ、てか、これを曲率っていう風に置いてるので、その長さで割ってるってことです。この正規化する前のこの長さのことを曲率っていう風にやってるんですけど、それをまあ、正規直行規定を作りたいっていう、そういう動機からですね、この長さで割ってるって感じですね。はい。だから E2S っていうものをこういうふうに定義します。はい。で、こういうふうに定義すると、なんか E1S と E2S っていうものがね、直行してる感がなかなかないと思うんですけど、これ実は直行してるんですね。E1S と E2S っていうもの、これは実は直行しています。なんでかというと、E1S と E1S のこれ内積を取るとこれ1になるじゃないですか。これは、長さが1だから、速さが1だからですね。速さが1なのでこういうふうになってます。で、前回の動画でもこの手法って何回も使いましたし、多分おそらくね、微分幾何の、この後の議論でも、局面論とかでもね、こういう話って
ってよくやっていくんですけど、この内積を取ってなんかスカラーの量になった時にそれを微分するっていうことはよくやります。だからこれをまた微分するわけですね。これの両辺は微分すると0イコール微分そのまま足すそのまま微分になるんで E1'S と E1S の内積と E1S と E1'S の内積っていう風になっていきますね。なんかガウス曲率を、定義するとかもなんかこういう理論って使え、こういう理論っていうかこういう手法って使いますけどね。これ結構、上等手段ですよ。この曲線曲面論のね。はい。まあこういう、まあだから内積を取ってそれを微分するってことです。まあ微分したらこうなりますね。で、E1'S と E1S のこの内積、これ同じものが出てくるので、2倍の E1'S と E1S っていう風になりますね。で、2で割ってあげると0イコール E1'S、E1'S のこの内積になります。はい。いいですかね。で、E1'S っていうのは、これカッパー S、E2S じゃないですか。これなんでかというと、これですね。E2S イコールカッパー S 分の E1'S っていう風にしてるので、E1' イコール、カッパー S かける E2S ですね。なので、E1'S イコールこういう風になります。なので、0イコールこういう風になっていたわけなんですけど、カッパー S っていうのはこれでした。定義からこれでした。で、E1'S っていうのはこれ0じゃないっていう風にしてましたよね。なので、これカッパー S でこれ割ることができます。そうすると、E1'S とE2S と E1S のこの内積を取ってそれが0になるってことが言いました。だから内積が0だから直交してるってことが言えるってことですね。はい。なのでこの時点で E1S も E2S もどっちとも長さが1でしかも直交してるってことが言えてますね。だからここでまあ規定3つのベクトルを作りたいわけなんですけど、そのうち2つが作れました。はい。で3次元なのであとはですね、このもう1個の規定っていうのは E1S と E2S のこれ外積を取ればいいですよね。外積を取ってあげるとこれは直行しているものができて、でしかも長さが1になりますよね。これどっちとも1なんで。はい。で、これをですね、まあ、さっき言ってなかったけど、この E2 の方、この E、書いてないね。E2 の方、これ、主方線というふうに言いまして、もう一個の方、これを、重方線というふうに言います。はい。だから、単位接ベクトルを取ってきて、もともとね、E1 っていう単位接ベクトルを取ってきて、で、それを微分した方向にどれぐらいずれてるのかっていうのが主方向ってことですね。主方線ね。ごめん、主方線です。で、それとはまた別軸のものが、重方線っていう感じになります。感覚で言ったらね、感覚で言ったらそんな感じです。はい。で、これ定義からですね、普通に、さっきからずっと口頭で話してますけど、この E1S も E2S も E3S も全部速さが1です。で、互いに直行してますよね。これとこれが直行してるんで。で、外積取ってるんで全部直行していますので、この E1S、E2S、E3S っていうのはこれ規定になるってことですね。で、規定が作れて、これをフレネ標高、ムービングフレームっていう風に言うっていう感じです。はい。こういう風にして、ムービングフレームが作れましたって感じですね。はい。で、ここからですね、まぁ、ちょっとお話というか、計算をずっとやっていくんですけど、まぁ、こうやってね、E1S、E2S、E3S っていう、R3 のね、規定が使えました。で、E1' っていうのは、カッパー E2 っていう風に定義したわけなんですけど、ここでですね、で、ちょっと言うの忘れてますけど、これ、丸括弧 S がもううざいんで、丸括弧 S うざいんで、もう全部丸括弧 S 取ってますけどね。はい。E1、E2、E3 っていう規定が取れて、で、E1 をこれ1回微分すると、カッパー E2、これ全部 S に依存してますけどね、こういう風に定義していたわけなんですけど、同じように E2' っていうもの、これも E1、E2、E3 の線形和で書けるはずですよね。だってこれ、まあ、普通にもう規定が作れてるわけなので、で、だけどこの E2' っていうものが具体的に何なのかっていうのは言ってないわけなんですけど、これはこの線形和で書けるはずです。はい。なので、E2' イコール A 倍の E1 たす B 倍の E2 たす C 倍の E3 っていう風に置いて、で、この係数 ABC っていうのが具体的にどういう風になってるのかっていうものを、以下ちょっと計算していくわけですね。はい。で、どういう風に計算するかというと、まず E2 と E2 のこの内積、これは1になってますけど、これを両辺 S で微分します。もうまた出てきましたね。上等手段ってさっきから言った通り、もうずっと、この話をずっとやっていくんですけどね。E2 と E2 のこの内積1、これを微分すると、微分そのまま足すそのまま微分になるんで、0イコール E2'E2 足す E2E2' っていう風になりますね。で、同じものが出てきているので、2倍の E2'E2 っていう風になって、で、2で割ってあげると、E2' と E2 の内積は0っていうことがわかります。だから E2' と E2っていうのはこれ直行してるってことですね。はい。で、E1、E2、E3、これは正規直行規定、つまり互いに直行する、速さが1のベクトルたちっていう風に注意して、で、それに、E2' イコールこういう風に置いてたわけなんですけど、これの両辺 E2 で内積を取ってあげます。はい。内積を取ってあげると、こっち側内積取ってあげると、E2' と E2 になって、これ0でしたよね。あ、これなんかイコール0って本当は書かないといけないけど、これ0でしたよね。これ E2' イコール0って言ったので、ここは0です。で、これに E2 でこれ全部内積取ってあげると、これドット E2 をこれ
つけてるだけですね。これ線形に分けてこういう風に書いてます。でこれ正規直行規定だったので E1 と E2 の内積、それから E3 と E2 の内積っていうのはこれ0になるじゃないですか。で E2 と E2 の内積、ここだけが1になってるのでこういう風になりますね。0、1、0っていう風になっています。はい、なので0イコール、これ足すこれ足すこれっていう風になるので、ここ0キャンセルしてあげると0イコール B っていう風になります。なので B イコール0が言えたって感じです。まあ、だから、まとめるところ ABC がどういう風になってるのかっていうのを考えたかったわけなんですけど、この真ん中のところはこれ0になるってことが言えたってことですね。はい、でさらに E1 と E2 の内積、これ取ったら0になるわけなんですけど、これをまた S で微分してます。また同じことやってるでしょ。まあ、この、まあ、もう本当に常套手段なんですよ。これ0、まあ、S で微分してあげるんですけど、微分すると0イコール、微分そのまま足すそのまま微分、これね、微分そのまま足すそのまま微分なので E1-E2 足す E1-E2' っていう風になります。はい、で E1' っていうのは何だったかというと、カッパー E2 っていう風に定義してましたよね。これ E2 の定義です。 E2 の定義、 E2 イコールカッパー分の 1E1' だったので、これそれからカッパーかけてこういう風になってますね。さっきも使いましたけどこういう風になります。で E2' っていうのはこういう風になってましたね。これ、真ん中の部分これ抜いてるだけですよ。これ、E2' イコールこれだったわけなんですけど、真ん中これ抜いていたので A 倍の E1 足す C 倍の E3 っていうことでした。なのでここをこういう風にしてます。ここを代入してるだけですね。はい、でそういう風にしてあげるとカッパー E2 っていうもの、これは、E2 と E2 の内積1なので、ここカッパーだけが残って、で E1 と E1 の内積はこれ1ですね。だからこれ A だけが残って、で E1 と E3 っていうのは直行してるのでここ0になります。はい、なので0イコールカッパー足す A なので、 A イコールマイナスカッパーというふうに言えましたよね。はい、なので、これ結局ね、ここの A の部分、これ戻るか、これね、ここがマイナスカッパーでここ0になってますし、C は何もやってないんですけど、とりあえずこういうふうなことは言えたっていう感じですね。はい、で、これ、まあ、ちょっと C って書くとね、なんかちょっと定数っぽい感じもしますけど、これをちょっとタウというふうに置きます。まあ、ただ普通に記号をただ書いただけですね。記号をこういうふうに置き直して、E2' イコールマイナスカッパー S1S と、足す、カッパー S E3S っていうふうに、こういうふうに書けるってことが言えたわけですね。まあ、実はこの C のところ、この置き直した理由は、まあ、これ、ここ例率っていうふうに言って、これ、まあ、かなり大事なものなんですけどね、こういうふうなものになってるので、まあ、ちょっと置き直してるって感じなんですけど、とりあえず、こういうことが言えたっていう感じです。はい。なんかもう、なんかポロッと出てきてるでしょ。大事なものなんですけどね、曲率も例率もすごく大事なもの。もう曲線曲面論で、特に曲線論か、曲線論でも普通に大事なものなんですけどね、曲率も例率も大事なものなんですけど、なんか結構こんな感じでポロッと出てくる感じですね。はい。で、次にですね、E3' っていうもの。これも、E1、E2、E3 の線形和で書けてるので、リース、E、F っていう風に、こういう風に置きます。まあ、ちょっと、まあ、ベクトルとスカラーでこれ同じ E がなってるから、あまりちょっと記号のセンスは良くないけど、まあ、ちょっと D、E、F っていう風に置きます。はい。で、それでまた D、E、F を同じようにね、計算していくわけです。さっきのは、これ E2' がこういう風に書けてましたってことでしたね。それで ABC がどうなってるのかなっていう風にやっていったわけなんですけど、同じように E3' も、線形和で書けるはずなので、こういう風に書いて、で、それを計算するって感じです。はい。で、また同じようにですね、内積を微分するっていう感じです。E1 と E3 のこの内積、これ直行してるから0になるわけなんですけど、これを両辺 S で微分してあげると0イコール微分そのまま足すそのまま微分ですね。E1'E3 足す E1E3' になります。はい、で E1' っていうのは何だったかというとカッパー E2 になってましたよね。これ定義ですね。 E2 の定義からこういう風になってます。はい、そして E3' っていうのは何かというとこういうことでした。もうこれそのままですね。丸々そのまま代入してるって感じです。はい、そういう風にしてあげると E2 と E3 はこれ直行してるからこれ内積0になりますので、ここは0になります。はい、そして E1 と E1、これまあバラしていくわけなんですけど、 E1 と E1 っていうのはこれ、内積取ってあげると1になって、これ係数 D になってるのでここ D ですね。でそれぞれ他のやつ E2 と E3 っていうのは E1 と直行してるのでこれ0、0になるって感じです。はい、なので結局0、D イコール0っていうことがまず言いましたよね。はい、で同じ、またなんか眠い計算ばっかりやるけどね、0イコール E2 と E3 のこの内積をこれ両辺 S で微分してあげると微分そのまま足すそのまま微分ですね。で E2' っていうのは何だったかというと E2' っていうのはこういうことでしたよね。マイナスカッパー E2 足すタウ倍の E3 っていう風になっています。はい、で E3 っていうのはこういう風になってましたよね。さっきまあ普通に D、E、F っていう風に置いてましたけど D イコール0っていうことが言えてましたので、D イコール0をこの中に代入してあげて、でこういう風になってたって感じですね。はい、でそういう風にしてあげると、またね E3 をこれこの中に入れてあげると E1 と E3 っていうのは直行してるのでこれ0です。で E3 と E3 のこの内積っていうのはこれやってあげると1になるのでここタウだけが残りますね。はい、でこっち側っていうのも E2 と E2 のこの内積取ってあげると1でこの E だけが残って、で最後の E2 と E3 これは直行してるのでこれ0になるって感じですね。まあ
F 倍の0ですけどね、正確に書くと、もう今更ですけど、まあこれ0になりますね。はい。なので、この E っていうところ、これの係数っていうのはマイナスタウっていうことが言えたっていう感じです。はい。で、最後に、E3 と E3 の内積、これ取って、これ取ったら1になるっていうこと、これをね、両辺を S で微分してあげると、微分そのまま足すそのまま微分っていうふうにまたやって、で、それがですね、まあ、同じものが出てくるので、2倍の E3 ダッシュ E3 っていうふうになって、で、これ2で割ってあげると、こういうふうになってますね。はい。で、E3 ダッシュっていうのは何だったかというと、こういうふうになってましたよね。まあ、これ普通に代入してるだけですね。もともとこういうふうに置いてましたけど、D イコール0でした。で、E イコールマイナスタウでしたね。ここね。マイナスタウでした。だからそのまま代入してあげると、マイナスタウ E2 足す FY の E3 っていうふうになって、で、それの E3 に内積です。で、E3 と E2 の内積を取ると0。そして E3 と E3 の内積取ると F になるので、これ0イコール0足す F。まあ、F ですね。だから0イコール F っていうふうになるので、これ F のところ実は0だったってことが分かりました。こうやって、D、E、F っていうものの、係数が特定できて、E3 ダッシュイコールこれってことですね。だから、もともと、こういうふうに置いてたわけなんですけど、もう実態は実は、こういうことになってたってことですね。はい。で、もう一回まとめると、E1 ダッシュイコールカッパー E2 でしたよね。で、E2 ダッシュイコールマイナスカッパー E1 足すタウ倍の E3 っていうふうになってました。はい。なので、これをですね、行列にまとめます。E1 ダッシュイコールこれ、E2 ダッシュイコールこれ、そして E3 ダッシュイコールこれ。なので、行列にまとめると、こういうふうになりますよね。E1 ダッシュイコール、これ、前、カッパ、2番目だけが残るので、ここですね。表現行列のここだけです。で、E2 っていうのは、マイナスタウ、あ、違う、マイナスカッパー0タウですね。だから、マイナスカッパー0タウ。そして、E3 ダッシュイコール、こういうふうになりますよね。ここはこういうふうになります。はい。で、こういうふうに、まあ、決まったって感じですかね。このダッシュのところ、一回微分してるものが実はこういうふうに、ムービングフレームのこの規定で構成する。で、この表現行列はこういうふうになってるよってことが言えたって感じですね。はい。で、これをまとめて、フレネセルの公式、フレネ方程式っていうふうに言うって感じですね。はい。で、まあ、今更ですけど、この、カッパー S、じゃあ、これなんだ、あれどう忘れした、タウだね。タウがどう忘れちゃった。タウ S を、曲線、空間曲線 PS の霊率っていうふうに言うって感じです。はい。で、なんかね、さらっとしてる感じがしたと思いますけど、この曲率と霊率が、この曲線の曲がり方っていうのを実は支配してるんですよね。まあ、中盤ぐらいでちょこっと言ったですかね、曲率と霊率っていうものが定義さ、同じだったら、その合同変換を除いて、1位に決まるんですね、その曲線の形っていうのが。はい。なので、そういう意味で、なんていうかな、形っていうね、なんか、もう、パッと見この計算とか意味ないだろう、計算とかいう発想にならないだろうっていうものを、実はこの、カッパー S とか、タウ S とかそういったもの、その計算できるものですね。そうやって定式化することができたって感じです。はい。いいですかね。はい。まあ、まだ微分幾何のすごい簡単なところですし、てか平面曲線のね、なんか、もうちょっとやんないといけないんですけどね、回転数とか、ホイットニーの定理とか、何があるっけ、あとは。正則ホモトピー同値と、なんか、それでホイットニーの定理で、なんかいろいろできますよ、みたいなのもありますよね。そういうのとか、全曲率とか、なんだろうな。で、それこそさっき言った、その曲率、平面だったら曲率だけで、なんだっけ、その曲がり方が支配できますよってやつね。合同変換で、移り合いますよっていうのも、本当はやんないといけないんですけど、だから空間曲線とかね、普通はもうちょっと後に出てくるんですけど、まあまあまあ、ちょっと、時間があったらやります。気長に待っててください。なんか気長に待っててください。マジで毎回言ってんな。毎回言ってるけど、まあまあ、そんな感じです。はい。お疲れ様でした。はい。ということで、本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスとかもマジでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。